そういうパフパフですか。これまでのあらすじ。魔王を倒す旅の途中、サマディ王国を訪れたアイナたちは、勇者の星に刻まれた古代文字の調査にファーリス王子が向かったことを知る。星の調査と王子の様子を見に、アイナたちも一路バクラバ砂丘へ向かう。星の調査に向かったアイナたちは王子と再会した後、星の真下にある遺跡へ到着。勇者の星が突如として地面に急接近する中、ローはニズゼルファという文字の解読に成功し、星は謎の剣士によって破壊されてしまう。アイナたちに星に刻まれたニズゼルファという言葉の意味を突き止めることはできず、謎は残ったが、サマディ王国は被害を免れる。一行はサマディ王から勇者の剣を作るのに必要なガイアのハンマーを手に入れ、旅を再開するのであった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ニズゼルファって結局なんなんやろうね。全くわからんけど。とりあえず、次に行く場所。次、あれないよね。じゃ、とりあえず神の民の里行こっかな。よし。行こっかなーっていう軽い感じで。さあ、ここからの、これってどうやって出発するんやっけ？ここから出発できる？できんやん。ここから出、ああ、できるできる。はい、ケトス呼びまーす。いいね、いいね。あの、後ろの物体は一体何？顔みたいなものがついてるけど。さあ、なんかさ、これ？違う、これじゃないよね。絶対これじゃないよね。怖い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 。怖い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 。これ？違う、さらに向こう。いや、これか？これ何？あ、これやん、天空の古戦場。あ、よかった、撮る。さあ、天空の古戦場に来たけど、この先って入れるん？不思議な形の建造物がそびえ立っている。どうやらとても大きな食台のようだ。聖なる種火を使い、食台に炎を灯しますか。あ、これで大丈夫ってことか。これでここに立ち込めた正気は消えますか。どやどや。お、晴れそうじゃない。おー、やったね、入れる。ってことで乗り込んでいきますか。なんか思ったよりまがまがしい感じではないんやね。これはこっちに向かうの。こっちでいいんかな。あ、こっちでいいっぽいね。向こう行き止まりか。こっちは行き止まりなんやね。はいはいはい。しっかりしっかりマップを見ながら進んでいきます。これはもう延々と降りていきよったらいいんやろうか。え、どういうこと。なんか途中でなんかこれさ、マップ見よったらあれなんやけど、マップ見よらんかったらさ、なんか延々と同じところぐるぐるしよるようにしか思えんのやけど。え、違うよね。え、違うよね。怖いんですけど。なんかすごい、前、あ、あーよかった。一応ここが最下層ぽいけど、ここからどこへ行くんだ。こっち？ちょ、邪魔。なにこれ、お墓かな。朽ちた石碑に文字が刻まれている。どうやらかつてこの地にいた神の民が書き残した記録のようだ。この巨大なる島は世界創生の時代より天空に浮かびて大地を守り続けている。この地はただの浮島にあらず、いかなる闇を持ち払う神聖なる金属の鉱脈が眠りし場所なり。あ、いいね、ある、ちゃんと。え、これはやっぱこっちに入るってことなんかな。こっちに入っていって、え、なに、ここ、ここをくぐるのか。あ、なんかキャンプ場あるやん。ここにキャンプ地があって、ってことはまあこの先に進んでいくっていうことだね。
道は合っているはず。あ、ここから降りるんかな。うわ、すごー。こんなところ、こんなね、細い細い紐一本で降りていきたくないことない。死ぬやろ。あー、怖ー。これ手離したらさ、真っ逆さまよ。やば。お、これはどこまで。お、何この建物。なんか謎の建物。え、ここ。うわー、やばー。ちょっと勇気ありすぎやろ。さすが勇者やわ。え、絶対無理無理無理。そんなとこ人が通る場所じゃないって。私、確実にこんなん現実でな、あったらさ、なんかあれじゃない、前のめりになってさ、落ちそう。お、また。朽ちた石碑に文字が刻まれている。どうやらかつてこの地にいた神の民が書き残した記録のようだ。なんかところどころにあるんやね。邪悪の神に従う。何？なんていうものわかんない。なんとか族の魔物たちは、この島に眠る神聖なる金属の鉱脈を狙い、何となく襲いかかってきた。あんな文字見たことないんやけど、なんていうの？この島を舞台にした戦いは激しさを増し、我らと邪悪の神の族たちの間で、たびたび大きな戦いが繰り広げられた。平和だったこの島もすっかり荒れ果て、いつしかこう呼ばれ始めた。終わることなき天空の戦場と。それが今や天空の古戦場になったわけですね。なるほど、進化したんやな。いや、古くなったけん進化ではないんか。さあ、おなんかキラキラ輝きよりよ。これ絶対取れるやつやろ。見えてるのにもうちょっと早く走りたいわ。はっ、ふー。鏡石、パープルアイ、グリーンアイ。え、なに、人おるんやけど、怖っ。え、で、ね、な、どうしたの？なんでこんなとこにバニーがいるの？しかも。お兄さん、パフパフしない？してくわ、じゃあ。それじゃあ、私についてきて。殺される。大丈夫？え、なに、めっちゃ走っていくんやけど、しかも動けない。ちょ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 、待って待って。え、あの案内についていっていいもの？絶対なんか後ろに怖いお兄さんとかおる感じやろ。あ。おったおった。なに、化け物とかおらん、その辺。え、なんなん、こんなところで。さあ、準備はいい？うん、突き落とされないよね。じゃあ、目をつぶっていてね。なに、なに？うふふ、緊張しなくていいのよ。力を抜いてリラックスして。まあ、すっごい筋肉。ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫？きつくない？我慢できないなら遠慮なく言って。よーし、できたわ。はい、目を開けていいわよ。ふんふん。なに？なに？え？普通に？へえ！これ突き落とされる感じやないん、やっぱり。え、怖い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 。あー！あー、勇者ここで終わりですか。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン、レッツパフパフカウントダウン。ちょっと待って。あ、怖い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 、落とされる落とされる、無理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 。いや、バンジーじゃねえわ。え、なんなの？え、死ぬ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 。え、そういうパフパフですか。パフーンじゃなくて。え、そういうこと。いや、怖い怖い怖い、生きた心地がしないでしょ、絶対。天空のパフパフどうだった？またやりたくなったら声かけてね。この人なんでこんなとこにいるの？一人だよね。どこから来たんですっけ？あ、こっちから来てここに入ったのか。やばい、方向がわからなくなりよった。え、そういうか、そんな商売成り立ちます？え、だってさ、ここまで来る人なんかおらんくない？確実におらんやろ。ねえ、こんなところでさ、あんなバニーちゃんおったら、怪しくしかないよね。怖かったんやけど、普通に。え、なに？え、なんか骨が。これがその戦いの後ですか？もしかして復活せんよね。なんか動き出しそうな気がして怖いんやけど。ん？とりあえずこれは、あ、宝箱。なんと、アイナは進化の秘跡を見つけた。進化の秘跡。あれ、ここにはもう用はない感じかな。上上がっていくの。
なんかすごい迷路みたいやな。何あれ？鍵？なんか鍵のマークみたいなのついてるけど。ここは行けるの？開かない。扉には鍵がかかっている。え、ここの鍵は一体どこで手に入れるんだ？鍵がかかったような扉があるのか。なんか道がもう入り組みすぎててよくわかんねえわ。ここになんか、でもこの秘跡がある場所が進むべき道なんじゃないかと思うよね、ちょっと。長きにわたり平和だったロトゼタシアに恐るべき邪悪の神が現れた。その力は絶望的なまでに強大だ。あの闇の力に対抗できるとすれば、この地に眠る神聖なる鉱石で期待し武器と、それを手にして勇気あるものだけだろう。絶対これ導いてくれよると思う。え、なに普通の敵か、びっくりする。やめてよ。絶対導いてくれよると思うしね、え、何気にこう明るい場所やったりとかするけんさ、きっと進むべきはこの道だ。なんか敵が増えたな、やめてくれんかな。じゃあ避けていくのめんどくさいんよね、結構。なんか上がったり下がったり大変。本当に進むべき道？なんか全くよくわからん場所に連れて行かれおらん、大丈夫？もしかして今回はあの鍵のかかった部屋は関係ないんかな？その鉱石とやらには。え、行き止まりじゃない？何？なんかめっちゃ輝きよりやん。これ？よかった。もうちょっとで地図だけ見て引き返すところやった。行き止まりやけ。これが仙台勇士ちゃんが手に入れた鉱石なのかしら。ん？おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。神ちゃんどうしたの？あえな、すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する、イニシエの神の、お、神の金属、オリハルコンだ。なんと、オリハルコンじゃと？わしの文献に目にしたことはあるが、この鉱石が掃除というのか。間違いね。お宝のことなら俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属として前からも散々聞かされてるしな。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもない剣が作れるはずだぜ。ん？何？そうか、それが勇者の剣か。いや、そうやろうね。そのために来たんだからね。アイナはオリハルコンを手に入れた。いやー、めっちゃいとも簡単に手に入れてしまったけど、これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。さあアイナ、次の場所に向かおうぜ。次はホムラの里やったよね。ここからもうルーラで飛べるんかな。まあ、とりあえず洞窟からは抜けておこうか。すごいね、あ、このなんか行き止まりのとこに入った途端にめっちゃ青く輝きよったやん。あれ、オリハルコンの輝きってことやろ。だってさ、絶対ここからさ、あれやんね。ここから今まで来た道をずっと戻っていくのはちょっとあれなんで、ルーラ使えますよね。オッケー、ホムラの里に飛びます。はい、ホムラの里に到着。さあ、ここで何を手に入れればよろしいなあとは。何？日の抜き火山に眠るという伝説の火事場について知りたいだと？今はそんな話に付き合っている暇はね。あ、火事場を探すのか。場所の名前しか覚えてなかったわ。近くに化け物が出たとかで里は大変なんだ。里の左に階段を登った先にある家役様の社で詳しく話を聞いてみな。左の階段を登った先。左の階段とはこれのことですかね。ヤヤク様、ヤヤク様。さらに上に上がっていったらいいのかしら。まあ、社って言ったけんここやろうね。あー、この風景めっちゃいいわ。超和風。和風なんかな、中国風かもしれん。ちょっと言ってみた後で思った。どうも。ヤヤク様、化け物に襲われた神官は未だに怯え寝込んでおります。よほど怖い思いをしたのでしょう。あの化け物がいる限りいつまでも儀式ができません。何の儀式？どうもどうも、ややく様。化け物ごときに尻尾を巻いて逃げてきよって、このたわけが。なんかあれやね、こう邪馬台国の卑弥呼様的な感じやね。
すぞ。怪我さえなければ化け物などこの手で成敗してやるのに。一刻も早くあの儀式をやらねば。ものすごい剣幕ね。何かあったのかしら。ん？客人か？すまない、見苦しいところを見せてしまったね。見たところ随分腕が立つようだ。名はそうか、アイナというのか。少し私の話を聞いてくれるか。なんで随分腕が立つってわかるん？見て結構のほほんとした顔してるつもりやけどね。この里には火の神を称えるため広の井火山である儀式をする風習がある。里を守るには絶対に隠せぬ儀式なのだ。お、広の井火山一緒に行くよ。先日その儀式をするために広の井火山に神官を送ったのだが、その道中で突然化け物に襲われてね。逃げ帰ってきた神官の話では、化け物のやつは鋭い牙と爪を持ち、おぞましい姿をしていたという。その足の怪我は本来なら私が成敗してやりたいところだが、この地に救う狩りを倒した時に怪我をしてな。今は歩くので精一杯さ。旅の元に頼むなら気が引けるが、あいなよ、里のため化け物を退治してくれぬか。全然気が引けとる風はないけど、まあうん。おお、引き受けてくれるか。礼を言うざいな。まずは化け物が出没した西隣にある日の井火山の参道を調べてみてくれ。頼んだぞ、あゆなよ。火の神よ、この者たちに聖なる炎の加護を与えたまえ。ここにいると時々火山の方から恐ろしい声が聞こえてくるんだ。おりゃ腹をすかした化け物の声だな。おりゃじゃなかった、ありゃ。なんだか人食い狩りに抱き声に似てるからビクッとして心臓に悪いぜ。まったく忌々しい。なるほど、それを退治せねばならんわけですね。旅の方よ、話は聞かせてもらったぞ。医薬様に爆問退治を頼まれるとはさぞ腕の立つお方なのだろうな。どっから聞いてたの？ずっとここにいなかった君。広の井火山はこの里の西隣に参道を進んだ先にある。くれぐれも気をつけていかれよ。ありがとう、気をつけていきます。八役様の話によると、火の神様は今まできちんと崇めてこなかった私たちのことを怒ってらっしゃるみたい。火の神様はこの地を守る偉大な神様よ。だからホムルの里で生きていたかったら捧げ物をして怒りを鎮めないと。大丈夫？ちょっとそれなんか生贄とか差し出したりせんねえ。なんかそういうのありそうで怖くない？そういう儀式とかってね。火の神へ捧げるものが見つからなければホムルの里はおしまいじゃ。おう、火の神よ、静まりたまえ。なんじゃお主は。他人の祈りを乱れに聞くものではない。私に話しよったんじゃないんや。まったくこれだからよそ者は。そんな、これだから最近の若者はみたいなノリで言われてもね。この階段を登ると八役様の社だ。八役様はこの里の長であり、長おさ、日の神様の神託を受ける巫女なのさ。神託を受ける巫女ならさ、なんかもうちょっと早い段階で危険かったん？最近虫風呂の近くに住んでいたあの兄弟見かけねえな。一体どこに行っちまったんだか。まだ小さい年の子だし心配だよ。母ちゃんがあんなことになっちまって家出とかしてないといいんだがな。マジでおらんくなったん？住んでないの？家の場所忘れたけど。家の場所ちょっと忘れたけど、なんかこの辺じゃなかったっけ？こっちの上の方とかじゃなかった？ここやったっけ？違うな。違うな。いなくなっちゃったのか。久々に会いたかったのに。まさかあの家の奥さんだけじゃなくて子供たちまでいなくなっちゃうなんて。でも私たちのせいじゃないわよね。何をあなた立ち行きなんてやらしいわね。これだからよそ者は嫌いなのよ。なんだなんだ、どうしたみんな閉鎖的だぞ。てか独り言やったんかーい。みんな独り言多くない？私に話してないの？てか子供たちも消えたって。お父さんは？お父さんも一緒に消えた？ふう、今日の虫風呂は一段と極楽だったな。ここの店主、人が来なくて約束気味でさ、今無料で虫風呂に入れるんだ。マジで？入れるんだか。あんたたちも入っていくといいよ。入っていこうかな、じゃあ。頼もう。あれ？ちょっと店主？おらんやん、おったわ。あら、いらっしゃいませ。青いのれんは男湯、赤いのれんは女湯でございますわ。化け物のせいでお客さんがほとんど来なくなっちゃったんですよ。もうご自由に入っていってくださいな。入っていきまーす。まあちゃんと男湯の方でね。よいしょ。
頼もう。この先か。ここは脱衣所ですね。あ、どうも。はあ、極楽、極楽。まったくお客さんが来ないものだから、もう自分が楽しんでやろうと思いましてね。いろんな不安が汗と一緒に流れて、さっぱりすっきりしますよ。さすがうちの虫風呂ですな。それをちゃんと宣伝しねよ、宣伝。座れない。私も座らせてよ。さ、外には別に何もない。なに、なんかさっき、殿しまる音聞こえんかった。え、なに、怖い怖い怖い。そこのか。びっくりした、なんかと思ったやん。猫かーい。どうも。あら、素敵なお兄さん。パフパフ、またしてもパフパフだわ。じゃあ、こっちではちゃんと楽しませていただけるんでしょうね。はぁ、よかった。天空のパフパフじゃなくて。もうね。あ、なんかめっちゃ綺麗よね、ここ。相変わらずの。いや、好き。この景色好き。めっちゃ好き。天国やん。天国やん。え、こういう場所に行きたい、私。癒されそう。よいしょ。いや、私、あの、子供たちが気になっとったんやけどさ。父親ごとおらんくなったんかな。子供たちだけおらんくなったんかな。それやったら確実にやむよね。扉は、あ、これか。なんかさ、ここの建物さ、なんかこの村の建物、里か。里の建物さ、全体的にちょっといつも扉がどれだったかよくわからんくなってくるんやけど。これやろ、あの家族の家。お邪魔します。うわ、もう全員おらんやん。ひえ、家族3人いなくなったのね。どこ行ったんやろ、そのうち現れるんかな。ちょっと待って。どこから、ここか、ここを通ってきましたっけ、私。あ、ここだね。ふう、危ない危ない。もうなんか里の中で迷子になるわ。つら。人食い狩り竜がいなくなったら、今度はおっかねえ化け物と来たもんだ。俺も退治に行くべきなんだろうけど、一人じゃ勇気が出ねえよ。自分が情けねえぜ、チキショウメ。じゃあ私一緒に行くけん、全然来てくれてよろしくってよ。何？噂話？好きね、そういうの。儀式の準備のためにおじさんかと思ったおばさんか。火山に向かった神官が西隣に参道で、何やらおぞましい化け物に鉢合わせたらしいの。その神官はどこ行ったん？命からがら逃げ帰った神官はあまりの恐ろしさに今でも寝込んでるんだってさ。本当にあんなことをしていいのかしら。でも、ややく様の言い通りにすれば、私たちはきっと大丈夫よね。まあ、何をあなた、よそ者に話すことなんてないわ。さっさと出て行ってちょうだい。え？もしかしてあの家族が捧げられたとかそういうことじゃないよね。っていうちょっと怖い想像してしまったんやけど。え、違うよね。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、それか、あれ？もしかして子供2人がなんかおらんくなってしまって、それでちょっと沈んだ父親が生贄なりにみたいな。おじさんとかいらんかな、生贄に。ちょっとわからんけど。